事件のことなんか誰も気にしてない。ケンジが見てたものだけを見てたかった。私にとってはケンジのいる世界が本物。なんで私、居心地悪そうなのに一番馴染んでるみたいな。私さ、なんで変わったと思う？自殺したいの。ここが一番落ち着く。そのうちさ、なんかやりたいことも見つかるかな。急がなくていいんだからね。そのいろんな人のことを多分思いながら、目的を決めるために一生懸命歩いてんだよ。ホテル行く？俺知ってるよそいつ。私もあなたも全部現実なんだよ。まだ間に合うよ。